花大橋です。ここからスタートしたいと思います。80万人ぐらいの人口ですかね。で、静岡で浜松市は結構面積が広くて、全国で2番目の広さの市だそうです。
町村だそうです。一番大きいのが、岐阜県の高山市ですね。飛騨高山の高山市が、全国で一番大きい市になってます。大きいというか面積の大きい市になってますね。その大きさはほぼ東京都と同じぐらい、市一つだと東京都と同じぐらいの広さになってますで、浜松市は高山市に次いで2番目ですね。なんで結構広いですね。特にあの縦に長くって、まあ、海から山まで、山の方はもう長野県の県境まであるんで、すごい縦に長いですね。今回のルートも、海から、一番北の山のところまで、まあ、完全にまっすぐには行けないんで、こうちょっと寄り道しながら行く、まあ、ある程度まっすぐ行くんですけど、それで大体100キロぐらい片道あるんですね。だから帰り100キロが、往復100キロなんで、ちょっと帰りが嫌だなとは思いつつも、まあ、帰りはゆっくり戻ってこようかなと思います。で、行きは、まあ、あの海から山の方に行くということで、基本的には緩やかに登っていきます。最後の、十何キロがすごいきつい登り坂になってます。で、浜松市の方の話に戻すと、鈴木っていう名字がすごい多い都市ですね。まあ、あの自動車会社の鈴木もありますし、市長も鈴木ですね。本当クラスに、まあ、僕浜松市ではないですけど、まあ、静岡県西部の方はとクラスに、まあ、何人も鈴木っていう生がいて、浜松市では、まあ、ちょっと有名かどうか分かんないですけど、あの浜松市の話として、浜松市のある野球チームが1番から9番まで全員鈴木っていうのがあったみたいな話があります。僕もあの東京に高校卒業して東京に出るまで、日本で一番多い名字って鈴木だと思ってたんですけど、全国的には佐藤が一番多いって感じです。なんだろう、ここすごい路面のグリップがいいっていうか、踏みつきがいいですね。音が全然違う。
県なんですか。メガドンキがあるとこ神村っていうんですけど、昔そこだけ浜松市、周り全部浜松市なんですけど、そこだけ独立した村っていうのがあったんですね、神村。多分鈴木の本社があったからだと思うんですけど、なんかすごい子供の頃不思議に思いましたね。浜松市の真ん中に独立した村があるっていうのはちょっと不思議な感覚だったやつね。浜松駅の方をちょっと撮ってみたいと思います。ちょっと浜松走る企画で浜
浜松駅とか、夏が浜松とか浜松市役所とかはある程度ちょっとその近くに通んないかなっていう形でちょっと道を外れるんですけども、浜松駅の方に向かいます。左の方が浜松城が奥の方にあるのが浜松城ですね。アパートがいくつもあったんですけど、それがなくなっちゃいましたね。ここの西武デパートがあって、その隣に、松菱っていうデパートがあったんですね。あと今正面にある方に丸いがあったりとか、結構いろいろあったんですけどね。僕が高校ぐらいまで。スタバがあるんですけど、多分浜松で一番最初にできたスタバですね。多分99年かそのぐらいにできたと思います。99年か2000年、2000年ぐらいですかね。99年の最初の頃って多分まだスタバって日本に、日本橋だか銀座だかその辺に1個あるだけでした。今通ったラガシティの一番上に映画館、東宝シネマ浜松があるんですけど、できたばっかの頃はラガシティ、併設の駐車場が夜12時過ぎると閉まっちゃうみたいな。で、映画は最後のレイトショーとかだと12時過ぎてから終わる映画があって、それだともう駐車場からもう車出せないみたいな状態になっちゃったりしますよね。今は違うと思います。ここが
そのさっき言った松菱っていう、デパートがあったとこですね。すごいでっかい建物だったけども、何年も、ガランドの建物が建ったままっていうのの状態でしたね。あと奥向こうにも、伊東洋華堂もあったんですけどね、東洋華堂の上にも映画館があって、エヴァンゲリオン の映画の後編の方もそこで見たんですけど、200人ぐらいが書いてあって、終わった瞬間、まあ、内容がすごかったんで誰も声を出さずに全員が無言でとうとう映画館から出て異様な光景だったんで、光が商業施設と一緒になってるけど、なんでメイワンかっていうと、5月の1日に開店したからなんですよね。で、正面に見えるのがアクトタワーですね。アクトシティのアクトタワー。これ形がハーモニカの形になってるんでね、僕最近まで知らなかったって言われて、あーってなって、ここに10年以上前からある。多分できた時は静岡県で一番高い建物みたいなことでしたと思います。で、ここの通りがアクト通りというところで、ちょっと行ってみましょう。結構綺麗な通りで、よく撮影とかに使いますね。撮影のロケ地として使います。ここのロータリーのとこが、こう見るとわかるんですけど、一時停止の標識があるんですよね。これがみんなわかんないみたいで、でここで必ず警察が張ってるんですね。で、ここでよく撮影とかやってると、捕まってる車がめちゃめちゃ多いっていうね。最近は有名になったと思うんですけど、確か2021年も、宇都宮市を抜いて1位になったみたいな、消費量1位みたいな、まあ多分宇都宮の方が本
本当は本格的な餃子の街なんだと思ったら、浜松はなんか昔の人もそんなに言ってなかったと思うんですよね。浜松餃子とかってなんかあんまなかったと思うんですよ。富士市の餃子もすごい美味しいんですけど、いわゆる浜松餃子とはちょっと違う感じですね。もっとパリッと揚げたようなパリパリ感が、もやしとかも特に取ってない、普通のいわゆる浜松餃子とは違う、ただすごい美味しいですね。よく何回も聞いてます。国道1号線になってるんで、昔はそうじゃなくて
片側一車線の有料バイパスだったんですね。で今は普通の国道1号線なんで2車線なんですけど、なんか高速道路と間違えて、まあ、スピード的にも間違えてる人もいるし、なんか右側が追い越し車線だと思ってる人もいるけど、そうじゃないですね。普通に一般道なんですよね。海道っていうところですね。右に行くと笠崎大橋っていう綺麗な橋があります。それもさっき浜松餃子の話してたんですけど、昔は浜松餃子って言ってなかったんですね。で今浜松餃子で、まあ浜松餃子元祖みたいな感じで言われて、石松餃子とかもよく考えると浜北なんですよね。浜北って当時浜松市じゃなかったんで、浜松餃子ってのはちょっとないのかもしれないOkay.
二股駅ですね。天竜浜名湖の二股駅です。いなんかすごい人並んでますね。多分ニューリカンのラッピングレンジ、電化とかディーゼルの休憩ですね。朝からまだ何も食べてないんで、とりあえず朝飯食べます。スイーツにしては糖質22.5グラムしかないんで、全然食べてない。